はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、原点回帰ということで、スーパードライの、数量限定、ウォッチ。おい。一回これ全部出すか。数量限定、出来たてのスーパードライを製造後、3日以内で工場出荷。スーパードライの鮮度実感パック。6本入りの、ね、やつですね。これが、ここに書いてあります。製造後3日以内で工場から出荷。数量限定でお届けする特別なアサヒスーパードライということ。ビールは出来たてがうまい。書いてあります。これ製造が、2013年の7月の下旬と書いてあります。ね。まあ、今が、7月、あ、違う、8月の3日なんで。まあ、そういうことですね。まあいいや。それでは飲んでいきたいと思います。ね。スーパードライ。ね、やっぱりスーパードライでしょ。なんだかんだ言って。ね。なんだかんだ言って、最終的に戻ってくるのはこれです。しかも個人的にはスーパードライは、缶がうまい。缶のやつがうまいですね。確実に。確実に缶がうまいです。瓶より缶です。絶対的に瓶の方が、違う、缶の方が絶対コクがあってうまい。それでは乾杯。ああ、うまいな。このね、缶の中に入ってると、なんか若干、この缶の、アルミ缶の、なんか、味がするんですよ。若干。というか、香りというかな。それがまたいい。これがね、また、いいんですよ。そしてまた枝豆なんですけど。つまみが。まあ、いいか。今日ですね、スーパー行って、以前言った、黒崎茶豆をですね、買おうと思ったんです。で、値段を見たらなんと、これが驚き。驚きの、350g 入りで、398円。という、ものすごく高い。1g 1円以上という、バカ高い値段で売ってました。で、諦めました。即。あ、これ無理だなって。あれですよ。皆さん 350g ってどんぐらいかわかるかわかんないですけど、ものすごくちっちゃいです。で、
はっきり言って枝豆って、この皮の量が半端ないんですよ。半分皮です。うん。つまりどういうことかというと、350g の半分皮です。で、だいたい俺が今食ってるこの量、うん、この量でだいたい、まあ、500g ぐらいあるか、うん、です、うん。ものすごいちぎった。こんぐらい。あの、パックで。持つと、手に持つと、ちょぼーんってこんぐらい。アホかと。さすがに。うん。さすがにこれは無理。でもまあ。まあ、そんだけ、ね、新潟県内でも、まあ、高級品として、売られてる。ということは、わかりましたね。まあ、通常の枝豆の、4倍近く値段しますね。間違いなく。あれぐらいの量だと普通に100円で売ってます。さすがにあれで400円は高すぎる。あんな量だったらもう、即食えますよ。もう、即。さすがにね。うん。でも、新潟でしか食えないらしいですね。うん。この黒崎ちゃん豆。県外には出荷してないらしいですね。うん。でも、新潟、新潟県人ってほら、枝豆が好きとかって言うから、やっぱり、基本的に農家だと思うんだよね。自分違う。だからわざわざ買うかなって。でもその黒崎茶豆は、そうだな。だいたい半分以上売れてたね。うん。見た感じからすると。うん。すごいですね。うん。つまみに400円出すかって。うん。まあ普通の枝豆100円とかで売ってるのに。つまみに、ちなみに地元の、枝豆売ってますね。うん。もう地元の、隣町か。に、なんか、スーパーっていうか、市場みたいなのがあるんですね。うん。
そこに行くと、もう名前付きで、作った人の名前付きで、売ってます。名前と値段ついて、何グラムとか書いて、売ってますね。そこでも、そこで、梅、今年、梅買おうかなと思ったんですけど、ものすごいでかかったです。粒が。粒がものすごいでかくて、まあ結局買わなかったんですけどね。だってさ、その前にもう買っちゃったんだよ、梅。新潟ってさ、やっぱ寒い、まあ、北の方だから、ね。梅が取れる時期がずれるんですよ。一般的には6月上旬って言われてるんですけど、こちら7月上旬です。1ヶ月ずれます。だから、もう普通に和歌山とかの、青梅売ってるんですよね。6月上旬になったら。こっちでも。来たやつが輸入された、輸入っていうかね。んで、俺はそれでもう買っちゃったわけです。わざわざ高いやつ、当然地元のやつ安いです。半額ぐらい。それの和歌山県産のやつの半額ぐらい。しかも粒でっかいわ、ほんとに。初めてあんなでかいやつ見たな。でっかい梅。適度な苦味と、コクと、そして酸味と、香り。どれをとっても、これぞビールっていう。なんていうの。これぞビールじゃない。これぞ、うまいビール。っていう。さすが、日本全国、シェア1位。だけある。まあ、鮮度なんたらかんたらパックで、ね。まあ、買ってきたわけですけど、実際のところは鮮度の、ちょっとこれ飲み比べないとわかんないですね。確実に。いや、うまいんだけど、どこがどう違うんですかって言われると、ちょっと何言ってるか分かんないですね。感じになるわけです。やっぱうまいな、これな。
うまい。いやー、これマジでうまいわ。このうまさ。いやー、マジで。スーパードライまずいとか言ってるやつ、かわいそうだな。ほんとに。スーパードライ薄いとか言ってるやつ、かわいそうでならないわ。うん。いや、うまい。うん。あのね、またちょっと関係ない話飛びますけど。実は俺ですね、昔、バイトっていうか、バイトかな。バイトで、朝日の工場行ったことあるんです。うん。まあ、別に朝日の、アルバイトではなく、その朝日の工場の、なんだろうな。あ、貯水槽か。屋上にあるなんか、箱みたいなのが置いてありますよね。よくマンションとか。あの中の、まあ、いわゆる水ですね。水道水。あれの、まあ、点検とか、清掃とか。で、寄ったことがあるんですが、まあ、正直、きつい。きついやんねん。あのね、朝日の工場の入るとき、車で。まず、なんかね、朝日の、その時夏だったんで、まあ、飲み物とかほら、車内とかに置いて、あったりするわけじゃないですか。それをね、チェックされるらしいです。何がって。その、まあ、例えばサントリーの多いお茶とか、あれサントリーだっけあれ一等円か。ね。あるとするでしょ。ブーブーです。朝日以外の飲み物持ち込み禁止。は？って。何それって。意味がわからんじゃん。いや、厳密には、パッケージが、アウト。だっけな。外からは見えないようにして、例えば水筒の中に多いお茶を入れといてあるんだったらいいんですよ。だからサントリーとかって書いてあるペットボトルとか缶とか、あれがアウトなんです。意味わからんでしょ。うん。俺も意味がわからんかった。うん。あまり、こう言っちゃなんですけど、朝日の工場見学とか、では、あまり、いい噂は聞かないですね。そこら辺はググってもらうと、うん、いいとは思うんですけど、まあ俺が見たところによると2ちゃんでは、うん、いろいろそのなんか書いてありましたね。うん、まあ言うなんか融通が効かないとか、なんだかんだ、
いろいろ書いてありましたね。うん、あんまり工場の人相的な意味では良くはないみたいです。なんでなんかな。そもそも朝日の工場って大阪じゃねえか。違った、東京だった。東京都墨田区。だって。まあ、俺が行ったのも大阪なんですけど、大阪の工場なんですけど、ね。まあ、人相は悪いですけど、うん、ビールはうまいです。さすが。一番売れてる。で、いろいろ見ましたよ。タンクとか、でっかいタンクとか。うん。いろいろと。見て回って、いや、見て回ってないのか。で、でっかい、エレベーターに乗って、屋上まで行って、んで、炎天下の中、作業して、うん。まあ、ここで豆知識ですけど。屋上とかにあるタンク。ね。まあ、屋上じゃなくてもあるんですけど。あれはね。まあ、いわゆる飲み水とか。ですね。それの、タンクを一回全部抜いて、水抜いて、で、消毒して、まあ、洗ってとかね、汚れ落としたり、するんです。結構汚れてるんです。で、ちょっと変、グロい話いきますけど、前、なんか事件、なんか、ニュースであったけど、この中になんか死体が入ってて、なんか、住人が変な味がしたとか言って、いう話ありましたね。うん。うん。確かに、あれは、うん。うん。なんていうか、まあ、隠れ場所としては非常にいいなと。まあでも、あれ法律で決まってるんですけど、1年に何回、2、3回だったかな。絶対清掃しなきゃいけない決まりになってるんですよ。中では、その決まりを破ってるマンションとかもあるんで、ね。非常に汚い場合がある。当然、汚いですよ。うん。なんか一年に一回、どころか、もう三年に一回とかしか、洗ってない。うん。のとかありますからね。うん。しないですよ。いや、別に水自体は綺麗なんですよ。知らんけど。うん。水自体はね。まあ、そこまで濁ってるとかはないんですけど、
壁ですね、その、タンクの壁が、汚い。だから、何もしなければ汚れないんですけど、ゴシゴシこすると、もうブワーって、汚れがブワーっと出てくるタイプの感じがあったりするんです。だからマンションとか、まあ、ね、どこでもありますよ。基本的に。一軒家以外は、大概、ビルの屋上とか、まあ大体屋上ですね。うん。大体屋上にあって、で、大阪の夏、しかも、炎天下の中、屋上でですよ。作業やるわけですよ。しかも、まあ、そのポリタンクの中入るんですけど、まず最初水全部抜くんですよ。で、抜いた後に入るんですけど、ものすごく暑い。屋上でしょ？ね。で、直射日光浴びてるわけですよ。そのタンク自体が。で、ブワーっともう、それが温まされて、熱されて、もう中はもう蒸し風呂状態。最初に水が入ってたわけだから、まあ、さらにもう水とかで洗うんですけど。だからもう蒸し風呂状態。もう汗ダクダクの、ね。で、まあ、その汗が、ね、いい出汁になって。まあ、ご自宅のマンションの飲み水となるわけです。うん。まあ、っていうのもまあ、まあ嘘なんですけどね。まあちゃんと洗いますよ。ちゃんと水でバーって洗って。スポンジみたいなんでバーってこすって。まあ、ということで。スーパードライは、これうまいよな、これな。非常にうまいんだ。いや、これ5つ星だろ。これは、ちょっと4つ星にしようかなと迷ったけど。いや、よく考えたらこれ、すげえうめえぞ。改めて、ちょっと、再認識したっていうかね。いや、やっぱりうまいわ。缶はうまい。瓶だと三つ星です、これ。本当に。瓶と缶飲み比べてみてください。これ嘘だと思う人。全然違う。本当に。俺、基本的に瓶はあんまり、味は好きじゃないですね。全体的に。なんでもビールは。いろいろ飲んできたけど。ということでご視聴ありがとうございました。